35歳からのミムシム、ミムシムレッスン TV オンライン特別企画、一問一答オートキャドマスターへの道。ミムシムレッスン TV オンラインはこちらの YouTube チャンネルで、オートディスク社製品のオートキャドとレビットを中心に、便利な使い方、パソコンのトラブルの解決方法などを動画でお届けしています。ミムシムを使いこなすことに的を絞ると称してお話をし、オートキャドに対してですね、以前お答えをしたものを動画で今度はお話を、皆さんと情報共有をしております。OLE オブジェクトを PDF にすると欠けてしまうというところですね。前回も同じようなお話があったんですが、 OLE オブジェクトとは Word、Excel、PowerPo とかですね、そういったものなので、ハイパーリンクのような形でついています。で、 PDF にすると別のソフトからミニアリングオンできていますので、どうしても容量がですね、足りなくて見えなく白くなってしまうとか、黒く霞んでしまうということが出てきてしまいます。解決策としては、その OLE オブジェクトのファイルを分割して貼り付けるというところもありますし、 PDF の方の変更をして、精度の変更ですね、していただくというのも一つの手かもしれません。このような時にですね、ソフトのご質問が多いように思われます。無料のオープンチャットを始めました。よろしければご参加ください。ミムシムレッスン TV オンラインのお問い合わせは LINE でお受けしています。いかがでしたでしょうか。本日のビムシムレッスン TV オンラインはここまでとさせていただきます。また次回お会いできますことを楽しみにしております。スノーオータムでした。